ランツ・フォン・リーベンフェルス・アドルフ・ヨーゼフ・フランツは、オーストリアの評論家、編集者。原種同士で、雑誌、オースタラの創刊者。この雑誌で彼は反ユダヤ主義、民族主義論を繰り広げた。アドルフ・ヨーゼフ・フランツは1874年7月19日、当時オーストリア・ハンガリー帝国領だった、ウィーン近郊のペンツィング村に、ローマ・カトリックの両親、教師用ハン・ランツ。 ヨハン・ランズと、妻カタリーナ・キャットリナ・ハッフェン・リークの息子として生まれた。両親は、中産階級で、父方の祖先は18世紀初期から、ウィーン市民だった。ランツは1893年に死闘派の修道士となってゲオルクという名を与えられ、ハイリゲンクロイツ修道院に住んだ。1894年、同修道院で、 テンプル騎士団の破壊死が発見されると、自分はそのレリーフから啓発を受けたと主張し、彼独自の青い目、金髪のアーリア民族至上主義、劣等人種論を展開し始める。彼は1899年に修道院を去った。ランツ自身はこれを神経過敏がひどくなったためとしているが、公文書には肉の愛が理由として記録されており、 この件が、後の、反フェミニズム傾向に関与している、可能性もある。1904年、彼は、著書、新生動物学シアズロジンを発表し、その中で、病人や、劣等人種を去勢して、強制労働させるだけでなく、不妊手術を施すことを、主張した。そして一方で、アーリア人を、新人、ゴットメンスカンと称賛した。新生動物学は、 今日では、未確認動物学と呼ばれる分野の学問をも、含んでいる。ランツは、自分のグノーシス主義的人種イデオロギーの拠りどころを、聖書に求めた。すなわち彼は、最初イ一部を神聖な存在だと記述していたにも、かかわらず、彼女が悪魔と交わった、結果、劣等人種を生んだとしたのである。さらにまた、彼は、金髪の女性が主に、 夕食男性に惹かれるのはこのせいであり、これを避けるには人種隔離しかなく、そうすれば、優等人種たるアーリア人のキリスト教徒が、再び夕食の肌の獣人を支配して神聖に到達できると主張した。この本の副社が、スウェーデンのヨハン・アウグスト・ストリンドベリに送られると、ランツはストリンドベリから熱狂的な返事を受け取った。ストリンドベリはランツを、 予言的発言と称えたのである。一年後の1905年、ランツは雑誌、オースタラ、金髪と男性権利至上主義者のための広報をスタラ、ブリーフブーシャレーでアブロンデンウンとマニスレクトラーを発刊し、1908年にはただ一人の著者兼編集者となった。ランツ自身は10万人の購読者があると主張したが、 通常はこれは甚だしく誇張された数字であると理解される。この雑誌の読者にはアドルフ・ヒトラーとディートリヒエッカーとその他が含まれる。ランツは若い頃のヒトラーの訪問を受け、彼に雑誌のバックナンバー2冊を渡したことがあると主張している。ランツはグイド・フォン・リストの理論を後継し、さらに発展させている。 他にも、オットー・バイ・ニンガーを熱心に支持し、その影響を受けている。1905年、ランツは、リストの支持者、約50人と共に、リスト協会設立を提案する宣言に署名し、公式には1908年、リスト協会が設立された。彼はまた自身の反秘密結社、新テンプル騎士団の修道会を1907年に、設立した。 これらの動きを支持したのは、純血化と人種的調査を行い、美の審査と民族主義者の将来の居場所を地球の未開発地域に設立することによる、さらなる人種的自信、ダズラシブーストセーンディーヒスタンバウム、ウンとラシクンデフォルシュン。スカンハイトスウェットビューアーブうンとダイグランドン、ラシスティッシャーズークンフズスタチン、アンテレントウィクルトンタイレンデアールデズフォーダンであった。 この計画を進めるため、ランツは、オーストリアのベルフェンシュタインの古城氏を購入した。しかしどちらの組織も実際には、多くの会員を引きつけることはできなかった。騎士団には300人ほどの会員がいたと考えられており、その中には有名な詩人フリッツフォン、ヘルツマノフスキー・オルランドがいた。ランツは、組織は1900年以前すでに設立されており、 1896年には、ストリムドベリーにあって、騎士団入団を呼びかけたと主張しているが、これは虚構であることが確認されている。1920年代になってヒトラーが頭角を表すと、ランツは、アドルフ・ヒトラーの思想的先駆者として認められようとした。例えば、オースタラ第三期の第一版の序文に、彼は次のように書いて、明らかにナチ党を指している。 スワスティカとファシズムの運動から、ちょうど、オースタラと思想の関係を思い出す人もあるだろう。エスセイダランアーアイナート、ダスダイハーケンクロイツ、ウンとファシステンブガンジョンイムグルーンダーゲノンメン、ヌアーセチネントウィクランゲンデアオースタラ、イデエンジンと1938年、オーストリアが、ナチスドイツに併合された後、ランツは、ヒトラーの講演を望んだが、ヒトラーはこの初期の接触に、 むしろ困惑したようである。そのためランツは著作物の発表を禁止された。特にオースタラは流通から排除された。戦後、ランツはヒトラーについて自分のアイデアを盗んで解約しただけではなく人種的に劣った家系であると非難した。ヒトラーは単にランツ本人に困惑しただけだという見方もある。ヒトラーがランツの著作から直接または 間接的に影響を受けたか否かの論は学術的にも一致を見ておらず、また人種的な面は別にしても、ヒトラーがオカルト的運動に興味を持っていたという確実な証拠もない。しかし両者に何らかの関連性があるという論説は、批評家と神秘主義者によって、第三帝国以後も繰り返し行われている。ランツは、 自分の著書で民族主義や反ユダヤ主義とアーリア人史上主義、人種差別や新知学を混ぜ合わせて展開した。以下はランツによる出版物の一部である。正確にはフェルキッシュ思想。ドイツ語のフェルキッシュはフォルクの派生語であり、英語のナショナルスムともエスノセントリズムとも幾分異なる概念である。ペンジングハット、オースタラ3。 1>, 1 p 3ありがとうございます。